はい、えー、皆さんこんにちは本日は LINE における Bluetooth を活用した取り組みというタイトルで古田洋介が発表させていただきます LINE はクロージングザディスタンスというミッションを掲げてさまざまな人や物をつなげることによって世の中をより楽しくより豊かにするという活動に取り組んでおりますその一環として私たちは IoT 的なサービスの展開にも 力を注いでいでますでちなみに私そういったデバイス連携のサービスをいくつか担当しているエンジニアでして特に LINE ビーコンではテクリードを務めさせていただいたりもしています本当はサーバーサイドエンジニアなんですけども、まあ、デバイスの仕様の策定といったような IoT サービスの,コア,のコアとなる部分にも携わっているという形ですというわけで本日のこのセッションでは そういったサービスの具体的な事例の紹介であったりだとかプロダクトの開発思想などについて Bluetooth というキーワードを軸にお話ししていこうというふうに考えておりますで具体的に話す内容はここに挙げたような内容になりますまず l i n e ー e c o n というサービスの事例紹介であったりあとプロトコルについて話そうと考えていますまた タピネス自販機ですね、LINE、えっと、と連動する自販機の紹介および内部のアーキテクチャについて説明をしようと考えています。最後に LINE、ま、ンシンプルビーコンという LINE ビーコンの対応デバイスを自分で作れる仕様について紹介をするといった形で本日、このセッションではお話をしていこうというふうに考えております。 というわけで、まず最初に取り上げるのは LINE ビーコンです。LINE ビーコンは、Bluetooth エナジーの技術を使って作られた専用のビーコンデバイスとともに提供されている LINE のプラットフォーム事業となります。と言われましても、なかなかピンとこないんじゃないかなというふうに思いますので、ここではまず初めに LINE ビーコンの導入事例をいくつか紹介していこうというふうに思います。 これは出版物の取り継ぎ販当伴さ,さ,さんは全国の書店およそ数百店舗に LINE ビーコン対応のデバイスを設置されておりまして弊社の LINE 漫画とコラボした試作というのを行っていらっしゃいますでユーザーさんが書店に来店されますとトークルーム一覧にこのような緑色のバナーが表示されます でこのバナーーーををタップしして友達追加をしますすと、すぐににトークルームに漫画が配信されてきます。この配信される漫画は毎月10作品ほど運営の人間が選定しておりまして無料で試し読みができるそういったコンテンツとなっています。で LINE 漫画のユーザーのレビューもそのまま見ることができますので、まあ、書店に置いてあるポップのようにその漫画のおすすめポイントなどが分かるようになっています。 が実はははこのサービスはそれだけではありません漫画を最後まで読み終えるとなんと限定のスタンプがもらえるようになっていたり豪華な特典がゲットできる抽選に応募できるようになっていたりします。といった形でコンテンツがもらえる場所というのをビーコンの設置,でき設置されている店舗のみに限定することができるので実店舗への来店促進などに、えー、活用できるサービスとなっています。 続きましてキリンさんと提携,提携して実施しているタピネスについて紹介させてください。これは LINE ビーコンおよび Bluetooth ローエナジーの双方向通信を活用して作られている決済システムとなります。自販機の中に、まあ、このデバイスが埋め込まれておりまして例えばユーザーさんがどのドリンクを選んだであったりだとか選んだドリンクを購入したといった情報が ブルートゥースを使ってやり取りされるようになっていますで会場にはタピネス自販機がいくつか設置されていますのでもしかしたらすでにもう体験されているかもしれないんですけども今一度ここで使い方説明させていただ,けいただこうかと思いますでまず最初に LINE を立ち上げてスマートフォンの背中を自販機にかざしていただけたらと思いますでするとこの 画面のように普段とは違うタピネス専用のものに画面が切り替わりますでこのタイミングで自販機とは Bluetooth を使ったコネクションの確立というのが行われますでちなみに一度これコネクション確立してしまえばあとはスマートフォン自販機から話していただいて大丈夫ですそして次に、まあ、書いてある通りなんですけど商品を購入してください以上となります 弊社としては LINEPay がぜひともおすすめではあるんですけれどももちろん現金決済も、あのー、実際のタピネスの自販機では可能となっていますでド,ドリンクチケットですね後ほど説明するんですけどもえビバレッジクーポンという形でドリンクのチケットというものがありましてそれをここで使っていただくことも可能となっています 所定の決済方法を使っていただいた場合には自販機からドリンクが出てくると同時に自販機からポイントが送られてくるようになっていますこれも内部的には決済完了の通知を Bluetooth で送るようになっておりましてアプリケーションがそれを受け取り適切にハンドリングすることによってこの UX が実現されていますで15ポイントたまりますと先ほど申し上げたようなビバレッジクーポンに引き換えることができるようになっています なので皆さんぜひたくさん使っていただけたらなというふうに思います。といった形でこれまで紹介してきた2つの事例はどちらも B2B のものでしたけども LINE ビーコンはそういった LINE と提携している企業の人しか使えないプラットフォームかと言われるとそういうわけではありません。一般ユーザーさんにも LINE のメッセージング API と提携する形で プラットフォームの一部機能を公開しています、まあ、そもそもメッセージング API って何なのかというのは他のセッションでもう聞いている方もいらっしゃるかもしれませんが一言で申し上げれば Bot 開発者向けに LINE が提供しているサービスとなりますこちら誰でも使っていただくことが可能です Bot をフォローしているユーザーさんにサンプを送ったりしたといったイベントの情報が LINE のプラットフォームを通じて Webhook という形で届くようになっています ビボットをフォローしているユーザーさんがビーコンに近づいたりまたは離れたりといった情報をボットサーバーに対して LINE のプラットフォームが Webhook という形で送信するようになっています。なので非常に簡単にビーコンに連動したボットというものを実装することが可能となっています。 でこれに対応するデバイスは一般販売されていてどなたでも入手できるようになっておりますし後ほど紹介するんですけども例えばラズベリーパイなどを使うことによって自分で作ることも可能となっています。といった形で LINE ビーコンのプラットフォームがいろいろなサービスで利用されているということが、まあ、分かって頂けたんじゃないかなと思います。 というわけでここではそれを実現している内部的な LINE ビーコンのプロトコルについてそれがどのような思想のもと設計されているのかといった部分の背景について述べていこうと思います LINE では先ほど申し上げた通り専用のビーコンデバイスを使ってサービスを提供しているんですけども最初から独自方式ありきでサービスをスタートしたというわけではありません 例えば当初の予定では iBeacon や e d d スト s t o n e といった仕様の利用も検討しておりましたこれご存知のない方はいらっしゃるかもしれないので、えー、と簡単に説明をすると Apple や Google ググによって策定されている Beacon デバイスの仕様となりますこれどちらもこういう Beacon を使ったサービスというのをより簡単に提供できるようにということを主眼にデザインされている ローエナジーをベースとしたデバイスの仕様となっていますで。これ固定のデータを常時アドバタイズするだけの、まあ、特に複雑なメカニズムを持っていない非常にシンプルなデバイス仕様というふうになっています。で加えてハードウェアの部分っていうのは一般的な Bluetooth のものなので例えばマウ,スのマウスであったりキーボードといったもので使われているハードウェアモジュールがそのまま利用可能です。 なので、対応するデバイスを非常にコストパフォーマンス高い形で製造できる仕様となっています。というわけで、まあ、当初、私たちこれを使えば、サービス簡単に提供できるんじゃないかなというふうに考えていたんですけども、まあ、最終的にはそれらとは違う独自の方式を使うということになったわけです。と申しますのも、われわれ LINE が提供したかったのは、その場所だけのサービスだったからです。 LINE の事業サイドあの以前から実店舗に来た人だけに特別なクーポンであったり特別なスタンプを配信するといったサービスを作りたいとずっと考えておりましたでそういったその場所だけのサービスというものを実現するためには成り済ましさえにくくセキュリティの高い仕様というのがどうしても必要不可欠となりますでところがアイビーコンやあと当時のエディストーンには ビーコン単体でそういったことに用いるというのはどうやらスコープ外だったようでしてセキュリティを高める仕様というのが盛り込まれてなかったというのがありましたもちろんさまざまな技術を組み合わせればセキュリティを高めるということは可能ではあるんですけどもそうなってくるとどうしても LINE アプリが複雑化してしまうという問題につながってしまいますできればビーコン単体で シンプルにその場所だけのサービスというのを実現したいと私たちは考えてまあその結果セキュリティを高めた独自の方式を使うしかないだろうという考えに至ったわけです。というわけでまあ我々 LINE が具体的にはどのようなアプローチを使ってセキュリティを高めているのかというのが気になると思うので少しご紹介をさせていただきます。と言っても 現状はあまり特別なことをしているわけではなくてこの図のように送信内容に秘密鍵とタイムスタンプを使って署名を行ってアドバタイズのデータに含めるというアプローチを使っていますタイムスタンプが署名に含まれていますのでなりすましがだったりリプレイ攻撃といったことが非常に難しくなっておりますし秘密鍵を使って検証をするというロジックも安全なサーバーサイドで実行されるようになっておりますから アプリケーションをクラックしても秘密鍵情報が漏えいするといった心配はありません。でこのアーキテクチャの中で重要なのはリプレイ攻撃を防ぐための追加情報署名などの追加情報というものをアドバタイズのデータに含めなければならないという点になります。ちょっと話が戻るんですけども、まあ、当初検討したデバイス仕様がセキュリティを高める仕様入っていなかったという話を 少し先ほどさせていただきましたそれについて少し詳しく話をしようと思いますこれは UID という仕様のエディストーンのパケットのフォーマットになるんですけどもどれもこれ用途がかパ用途がカッチリと決まっていてセキュリティを高めるための署名を含めるための領域というのが全くないという状態です、まあ、もうちょっと詳しく言いますと長さがまず31バイトで固定ですで 加えてその中にはエディストンであることを示すプリアンプルがあってあとはサービス識別用のネームスペース ID があってあとは色分けしたようなビーコン識別用にたった6バイトの領域があるというだけです。でこの31バイトという長さの制限というのは Bluetooth ローエナジーの仕様によるものでしてどうしてもこれをハードウェアに使う以上は超えられない壁となっています。 でこういうある意味日本列島の土地のように非常に限られたスペースというものをエディストーンにしろアイビーコンにしろどちらもあらゆるサービスがシェアして使うという発想のもと仕様がデザインされているという状態です。でこれはは非常にに窮屈であるるし、自由度のの高いサービスを提供するのにはちょっと,辛いというのがあり縛りの緩い独自のプロトコルを作っていくということになったわけです。 まあさてオリジナルのプロトコルでやるということに決めたのはいいとして、まあ、そもそもそういうのを Bluetooth という枠組みの中でやるにはどういった点で実装に注意すればよいのかというのを皆さん気になるんじゃないかなと思いますがこの辺りは非常に細かい話もあってなかなか話,話し出すと非常に長くなってしまうのでここでは軽く触りだけ紹介させていただきます大きく2つの点押さえておく必要があるかなと思います1つは ブロードキャスターロールに従ってデバイススをし実装すするという点です、まあ、ブロローーードキャスターロールって何なんだっていう話ですけどもこれ Bluetooth にある仕様の名前でして、まあ、まさにビーコンデバイスのように電波を一方的に出し続ける、まあ、つまりブロードキャストするようなそういうデバイスのための仕様となりますこの中には発信すべきデータの種類であったりだとか電波の発信感覚の制約といったルールが全てまとめられていまして そうですね、例えば iBeacon や e d d i ー t o も実際のところこの仕様をもとに全体の仕様がデザインされているといった状態です。あともう一つの注意点としては Beacon サービスの識別には UUID を使うという点になります。まあ、あらかじめ Beacon サービスが UUID を独自に定義しておいてデバイスはそれをアドバタイズするしアプリ側はそれを待ち受けするというあの発想を ですでちなみにスマートフォン側にはあの OS のサポートというのがありまして特定の UUID に対してアプリケーションがハンドラーを登録しておくと OS がそれを適切にアプリケーションに渡してくれるというあのサポートが存在しています、まあ、この辺りは TCPIP のポートにちょっと近いかなと思いますで OS は電波を受け取ると UUID をベースにマッチングを行って 必要なデータだけアプリケーションに渡すという形になっています。なので、アプリケーションは不要なパケットを処理する必要がなくて、無駄なバッテリーを消費するというのを防げるようになっています。ただ、UUID そのまま使うと非常に困った問題がありまして、まあ、パケットの半分以上が UUID で消費されてしまうという点が非常に問題となります。 先ほどちらっとこののの話ししたのを覚えているでしょうかねあブルートゥースに制約があってマックスのパケットサイズが31バイトであるという話この31バイトの中に UUID を含めるっていうのはすなわちどういう意味かというとただ,でさかただでさえ狭かったスペースが半分以下になってしまうということを意味します。自自由度が高くて独自の方式を採用した にもかかわらずこのままだと目的を達成することができないじゃあ私たちどうしようということを考えたときに我々が取ったのが 16bitUUID っ,16って何ですかっていう話なんですけども、まあ、こ,れこれも Bluetooth の独自の概念でしてある特定の普通の UUID に対するエリアスとして定義されている 16bit の値になります。 まあここに挙げたような簡単な式で元の大きな値に変換を行うことが可能です。でこれを使うと UUID の長さを圧縮することができるのでビーコンパケットの中にスペース的な余裕を作ることができて非常に自由度を高めることが可能となります。そこで私たちはこれを使おうと考えました。ただ 1 6ビットの UUID って自由に使ったらすぐに枯渇してしまったりあるいは他のサービスとコンフリクトしてしまうんじゃないかというふうに皆さん思われるんじゃないでしょうかでもこれは大丈夫ですなぜかというとそもそもこの値は自由に使っていい値ではなくて、まあ、BluetoothSIG ですねネット使用の取りまとめ団体があるんですけどもここに対して申請を行って許可,した許可されたものだけが使える。 というそういういいルルールとなっているからですあもちろんあの使うだけだったら OK なんですけど発行すするには申請が必要となっていますで加えてその時に2,500ドル支払う必要がありまして、まあ、私たちはこれもちろん支払ってるんですけどもあまり安いものじゃないということで皆さん現状そんなに買ってはいないようでしてウェブサイトをですね BluetoothSIG のウェブサイトに行くとあの。 どの企業がどのような UUID を使っているのかというリストが見れるんですけれども現状まだ250個程度しか発行されていないので当面は枯渇はないなっていうそういう状況です、まあ、ちなみにこれがそのページのキャプチャーとなります l i n e ピコ y c 使っている UUID もこういう感じでウェブサイトに行くと確認できるようになっていますまた これ登録までにおよそ1か月ほどかかったので皆さんも実際こういうサービスを使いたい場合はあの登録までには時間に余裕を持って申請をされることをお勧めします。<laughs> というわけで LINE ビーコンのプロトコルに関する話をさせていただいたところで今度はタピネスに関する技術的なお話をさせていただこうかと思います。先ほど紹介したとおりタピネスというのは LINE と連動する自販機を使った決済サービス となりますでこのような決済サービスを作ろうと思った時に皆さんだったらどのようなアーキテクチャを考えられるでしょうかねえっと最近だとそうですねもののインターネットというのは非常に話題になっていますのでインターネットにつながった自販機というのを発送される方非常に多いんじゃないかなと思いますただ自販機そのものをインターネットにつなぐというのはまあいろいろ問題があるんですけど回線設置の初期コストなどがどうしても必要になりますし あとは回線の月々の維持費用などもまあまあ必要になってきて、えー、とコストのかかる方式と言えるんじゃないかなと思いますそこで。そこで私たちが考えたのが、自動販売機とインターネットを直接接続するのではなくて、BluetoothLE を使って、LINE アプリが中継ポイントとなり、低コストで自販機をインターネットに接続するというアプローチです。 でこの辺りの構成、もうちょっと詳しく説明させていただくと、まず、中心になっているのは、LINE アプリの中にある、BluetoothLE のコネクションマネージャーとなります。このモジュールが自動販売機と Bluetooth の通信を司さっています。でと同時に、インアップウェブのブラウザーに対して、JavaScript の API をエクスポートするようになっています。で自販機固有の処理というのを、 このスクリプトによってインアップウェブのブラウザの中で記述することにしています。でもちろんこれブラウザの中の JavaScript なのでサーバーと通信を行っていただくのも普通に可能となっています。というわけでこのように LINE アプリケーションの中にある2つのモジュールがコアとなって t a ネ p i n e s s というサービスの実装がなされているというアーキテクチャ構成となっています。 例えばここに出ている画面というのは全てインアップウェブのブラウザーで実装されていてこのようにブラウザーの中からデバイスを操作するっていう発想これ WebBluetooth を我々参考にしましたこれは W3C の中で現在まさにドラフト版が議論されている最中の比較的新しい技術でありまして文字通りウェブサイトの中から Bluetooth のデバイスと JavaScript で通信をするとというための技術仕様となります。で、こういった仕組みであれば今後我々がさまざまなデバイス連携サービスというのを展開していこうと思った時に非常に応用を利かせやすいだろうというふうに判断を行い LINE では WebBluetooth 的な機能というものを独自に実装したというわけになります。 さて自販機にスマホをかざしたらインアップウェブを開くという部分の開発に関するラ話を1つ紹介させていただきます。あのこ,のここに LINE をかざしてねという部分なんですけども、このかざしたことをトリガーとして何かを実行するというものを実現するためには、電波強度ののの監視であったりり調整とというものが不可欠となりますでこういった UX の調整というのはどうしても実際にやってみないと分からない部分というのが非常に大きいので、 まあこのように我々実際の弊社のオフィスの隅の方に検証用端末という名前の空っぽの自販機設置しておりましてさまざまな角度からテス,トを実施テストを実施しておりましたタピネスは当初社内の一部の人たちだけが知っているプロジェクトだったので、まあ、そうとは知らない人たちからは何だろうあの一つも商品見本入ってない自販機は出会ったりだとか 自販機の前に座ってる人、なんかスマホを振り回して、なんかよく分かんない動きしてて、何なのっていう、非常によく分からない謎の注目を集めてしまいまして、なので、もし皆さん、自販機、職場に入れるときは、ご注意を、怪しまれないようにご注意をというのをあの紹介させていただきます。いというわけで、最後に LINE シンプルビーコンの話をさせていただきます。 で先ほど説明させていただいた通り LINE ではセキュリティ機能を備えたビーコン端末というものを使っています。でこれは現状詳細な仕様やあとシステムを一般公開していない関係でユーザーさん出来合いのハードウェアを買うことしかできないんですけどもまあ開発者の中にはそれでは面白くない自分の手で是非デバイスを作ってみたいというような IoT 力高い方もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思います。 でご安心ください私たちはそのような既得な方のために今年の2月 LINE シンプルビーコンという仕様を発表したということになっています。お手持ちの Bluetooth の発信する機器ですね例えば MacBook であったりラズベリーパイなどそういったデバイスを LINE ビーコン対応のデバイスとして利用できるようになったというわけです。 先ほどの事例紹介で述べさせていただいた通り LINE のメッセージング API を使えばボット開発者の話題でもフォロワーさんがビーコンに近づいたまたは離れたといったイベントを Webhook で受け取ることが可能となっています LINE シンプルビーコンもこの機能そのまま使っていただけますがそれだけではありません LINE ビーコンのプロトコルを設計するときにパケットの領域が足りないからそれを節約するために 1 6ビット u u i d を利用したりしたみたいな話を先ほどさせていただきましたでこれによって私たち最終的にあの日本列島のような非常に狭いパケットの中に13バイトほどの空き領域作ることが可能となりましたでセキュアな仕様のビーコンデバイスではここの中にセキュリティを高めるシグネチャーであったりそういった情報を載せるようにしているんですけども LINE ンシンプルビーコンではこの領域を Bot 会社が自由に使ってよいという形で明け渡しをしていますなのでこの部分に会社様どんなデータを入れていただいても大丈夫ですでこのスペースはデバイスメッセージという名前になっているんですけどもこれもちろん何でもいい入れていいだけではなくて入れた内容がそのまま ビコのウェブフックに乗ってボットのサーバーに届くという非常に大きな特徴があります。でこれそうですね先ほどのタピネス自販機じゃないんですけどもデバイスをインターネットに直接つなげるというのは、まあ、費用の問題もあって実際なかなか難しい問題だったりします。でそういった中で LINE シンプルビーコンを使いますとデバイスにつないださまざまなセンサーの情報だったり、まあ、その他デバイスが持っているデータというものを LINE のサービス経由で LINE のプラットフォームを経由してリーズナブルにクラウドサイドが受け取ることが可能となるわけです。でとにかくこれ簡単に実装できて非常に楽しいので皆さんぜひ作っていただけたらなと思います。というわけで本日は LINE における Bluetooth を活用した取り組みというタイトルのもと発表させていただきました。 l i n e ビーコ c について事例の紹介であったりその場所だけのサービスを実現するためにセキュリティの高いプロトコルの設計をしたという話をさせていただきましたまた LINE 連動型の自販機タピネスがインターネットに直接つながっているのではなくて Bluetooth を使い LINE を中継することによって決済サービスを提供しているという話をさせていただきました そして LINE シンプルビーコンという LINE ビーコン対応デバイスを自分で作れる仕様について紹介をしました。でこれを使うことによっていろいろなデータ、デバイスが持っているいろんなデータを簡単にサーバーに届けることが可能となるという話をさせていただきました。以上となります。この後私、懇親会までおりますので、Bluetooth に限らず IoT に関する話であったり、 そういった話に、えー、の仕事に関して興味があるといった方、どんどん声をかけていただけたらなというふうに思います。本日はどうもご清聴ありがとうございました。